どうも、ゆっくりです。今回のマップは、ホールド EM。サーバーは、GFL だよ。始まったら少し進んでディフェンドスポーンだよ。出遅れてゾンビスポーンに巻き込まれないようにね。ディフェンドスポーン。このマップも基本的に一人がトリガーを引きに行って、他の人がディフェンドする感じだよ。トリガーが引かれてから一定時間後に、後ろのゲートが開くから、ゲートが開いた時に下がるといいよ。ゲートが開いてから一定時間後には、開いたゲートまでゾンビたちがこちら側にプッシュされるよ。だから無理して守らずに開いたゲート付近まで下がるといいよ。むしろ守り続けていると、プッシュされたゾンビたちに食われるよ。こんな感じにゾンビたちがプッシュされるから気をつけようね。こんな感じにゲートが開くまでひたすら守って、開いたら下がるのを計7回繰り返すよ。奥に進むにつれて、周りがだんだん暗くなってくるから、常に周りのゾンビたちを警戒する必要があるよ。壁から出てる凹凸は、こちらから死角になってるから、特に注意が必要だよ。上手い人は銃のリロードをしてる隙をついて、死角から襲ってくるよ。だからリロードをするときは一旦少し後ろに下がるといいよ。ゲートが開いたみたいだから下がるよ。VC の人たちも下がるタイミングを教えてくれるから、しっかり引くといいよ。次のゲートが開くまで50秒?チャットのコンソールにも表示されるから、マップの残り時間と見比べて、どのタイミングで下がればいいのか自分で見極めるのも大事だよ。この辺から壁際にいるゾンビがかなり見えにくくなるよ。一部を除いてどのマップにも共通することだけど、Fキーを押すとフラッシュライトをつけることができるから、周りが暗くなってきたら積極的につけるといいよ。いい感じに守れているね。この調子で行くよ。というか、いい感じに守れていて逆に不安になるよ。GFL はドアハブが多くて有名だよ。時間帯によってはしっかり守ってる人たちの方が多い時もあるかもしれないけどね。ゲートが開いたら下がるよ。さらに周りが暗くなってきたね。こういう時に TA グレネードが便利だけど、GFL では買うことができないよ。だから常に周りのゾンビたちに気を配る必要があるよ。グレネードをゾンビに投げて、燃えてるエフェクトでゾンビの位置を把握することができるよ。倒されたゾンビは、一番最初のスポーンポイントにリスポーンされるから、少しだけ時間を稼げるかもしれないね。ゾンビの人数が多かったら、あまり関係ないかもしれないけど。ゲートが開いたらボールバック。これで5回目だね。あと3回繰り返すよ。この辺から自分も仲間たちも集中力が切れやすいから、気をつけようね。言わんこっちゃない。危ねえ。ここから改めてしっかり気を引き締めていくよ。ゾンビたちを断続的に燃やしていくように、
グレネードを投げるタイミングも結構重要になるよ。あと2回。単純にディフェンドしてゲートが開いたら下がるのを繰り返してるだけだけど、繰り返す回数が多いから、途中で集中力が切れないような忍耐力が必要だよ。逆に ZE での忍耐力を鍛えるならこのマップをプレイするといいよ。秋っぽい人はあまり好きじゃないかもしれないけどね。もう少し。開いたみたいだね。下がるよ。ここからはフラッシュライトをつけないと何も見えなくなるよ。最後のディフェンドだけど、途中で怖い顔がこちらに迫ってくるから、それを撃って倒す必要があるよ。何人かの人はディフェンドし続けて、その他の人たちは怖い顔を撃つ感じだね。怖い顔を撃つ人たちは、この時にネゲブヤム249などのマシンガン系の武器を買うことをおすすめするよ。よく見るともうすでに奥から迫ってきているね。画面が逃げ出したら怖い顔を撃つよ。出たら人間側の勝利だよ。ご視聴ありがとうございました。Stage 2.